平本明夫です。私がコーチングしてるとき、コーチングライブでたくさんの人と関わってるとき、非常に大事にしてることがあります。それは何か。現実を変えること。本当に現実が変わることです。実際の現実が変わる。それが私とクライアントさんのコミュニケーションを通して、そして私のコーチングコミュニケーションを得た後、そのクライアントさんがさらに関わる人とのコミュニケーションを通して現実が変わる。もちろん私にとって大事なものの一つに、何の制約もなかったらどんな風になればいいか、夢を描いたりとか、私は将来こんなことがしたい、夢を語ったりとか、私の人生で、私の仕事で、これが大事だ。価値観を認識して、それを人に伝えたり、夢を描いたり、夢を語ったり、価値観や思いを共有したり、もちろん、非常にそれは大事です。でも、ただ、夢を語るだけで終わりたくないんですね。仲間同士で、お互い夢語って、こんな未来になればいいかなって、ワクワクした気持ちだけで話が終わるのが嫌なんです。そのワクワクした気持ちや思いがリアリティに、現実になってほしいんです。そしてそれがいつか、何年か、何十年後か先ではなく、コミュニケーションとして、今日、遅くとも明日、何か小さな一歩かもしれないけど、現実が変わった。だから私がコーチングをしたり、コーチングライブした後、次の回来た時、1ヶ月経って、平本さん、あれから次の日、職場にこんな風にしてみたら、上司が変わったんです、部下がこんな風に変わったんです、職場こんな風な明るい空気になったんですって聞くとすごく嬉しいです。旦那に話したら、彼に話をしたら、こんな風に相手がニコッと笑って聞いてくれたんです。子供と関わったら、子供の態度がこんな風に変わりました。なかなか楽しくなかった職場へはこんな風に楽しく気持ちよく行けてるんです。部下が、社員がこんな風に変わりました。売上がこんな風に上がってきたんです。この商品の良さがこんな風に分かって、もっともっと伝えられるようになって、そして売上がこんな風に変わりました。みんなが生き生きと仕事をしてるんです。私自身が何よりも大事にしていること、それは現実がそしたら最初は小さなステップかもしれません。ほんのベイビーステップかもしれない。でも昨日よりも今日、わあ、こんな風に現実変わった。そして今日よりも明日、ああ、ここが変わった。振り返ってみると、この1ヶ月通して、3ヶ月通して、自分が暮らしてる生活、働いている職場、関わる仲間、恋人、家族がリアリティとして変わった。私自身が一番大事にしているのは、今住んでいる世界がまさに夢の国に変わること。パラダイスに変わること。今、ここ、この世界が天国に近づいていること、現実が変わること、それが私自身コーチングで一番大事にしていることなんです。あなた自身がちょっと想像してみてください。もし今生活している中でここがほんのちょっとでも変わったらいいとしたら、どんな場所、どんな箇所でしょうか。